福島から車を走らせおよそ4時間、いわき FC がキャンプを行っている千葉県の練習場に着きました。現在こちらでは開幕まで1ヶ月を切ったということで、緊張感のある雰囲気で選手たちが練習に取り組んでいます。去年アマチュア最高峰のリーグ JFL で優勝し、今年から J リーグの舞台で戦ういわき FC。 いいコンビだってお前、はい、行こう。今年から新たにチームを率いる菅利弘正新監督のもと、来月の開幕戦に向けて昨日までの4日間千葉県でキャンプを実施しました。この日はランニングやゲーム形式の練習に取り組んだ後、報道陣に非公開で実戦を意識した戦術練習に汗を流していました。非常にハードですね。まあ、1対1の強さであったりとか、球際の強さであったりとか、そういう部分をとても求める監督なので。今年もいわき FC がコンセプトに掲げる90分間止まらない、倒れない、見ている人をワクワクさせる魂の息吹くフットボールを突き詰めています。そうした中、今年選手副会長を務める米澤哲也選手と、背番号35ディフェンダー江川元気、ファイヤー、常にファイヤーとチームを鼓舞し続ける熱い男江川元気選手は、普段元日本代表で J1 ヴィッセル神戸の牧野智明選手の YouTube 動画を見て刺激を受けているといいます。そして今回、社長さん含めて、マスコットの卵の YouTube も拝見しましたし、そうですね、このいわき FC っていうチームがどれだけ J3 の中で旋風を巻き起こすかってところは僕は注目してますけど。牧野選手が取材に応じてくれました。まあ、トップレベルである牧野さんのその日常的な部分だったり、まあ、裏話的なところも結構聞けるので、でまあ、すごく面白い方なので、まあ、すごく楽しみながら見させてもらってます。真似するところしかないっていうか、本当にメンタル面においてもプレー面においても素晴らしい選手なので、公式戦の時も去年途中からの牧野さんに寄せすぎず自分風を出せるような、そして前が見やすい髪型を意識してセットしました。嬉しいですね。同じディフェンダーの選手なんで、ただ2人に言いたいのは、必ず僕を超えるような選手になってほしいし、けども何かしら僕もね、アドバイスを送っていければいいかなと思いますし、こういう接点がせっかくあるので、今話してくれた2人も注目して、僕も今後見ていきたいなというふうに思ってます。すぐり監督率いる新生いわき FC は、魂の息吹くフットボールで今シーズン J3 に革命を起こそうと胸を躍らせています。プロである以上は頂点を目指してみんながやっていかないといけないと思っています。はい、なので一番上も目指してやっていきます。新たないわき FC の戦いは来月13日、アウェーで鹿児島ユナイテッド FC との開幕戦から始まります。